각오하세요기다리갖고一つお願いしたいんですけどね、このプレスワンに対してこれからちょっと、ちょっと何何どうしたの。本当にあなたの人は応援どけください。あなたの人はもう腹いっぱいですけど嬉しいです。また11月までよろしくお願いします。まあ、ここでよいしょ。ありがとうございます。本当はね、立てるようになったら元気な俺見せたかった。でも皆様、昼間からの会見にたくさんお集まりいただきましてありがとうございます。私天竜源一郎は、本年度の11月をもちまして現役を退き、プロレスラーを廃業することを決意いたしました。そこまでの期間が猶予があるといいますのも、相撲からプロレスに転向しまして11月に初めてアメリカの、リングに上がりまして、それを記念としまして、そこでけじめの自分の中での廃業という国民に持っていきたいと思いましたので、皆さん方には、いろいろご迷惑をおかけしますけど、そこまでの猶予として廃業とさせていただくことになりました。応援していただいたファンの皆様、またいろいろな記事に関わって、応援していただいたマスコミの皆様には本当に心から感謝の気持ちでいっぱいであります。ありがとうございました。まあ、私はこれからプロレス界に恩返しするために11月までいろんな選手と戦っていったりとか、いろんな希望もありますけど、それはその時の11月の終焉に向けて、何とかできればすがすがしい気持ちでリングをされればいいという、まあ、ただその一年でございます。プロレスになって本当に楽しくいい人生だったと思ってます。今日はどうもありがとうございました。引退の理由ですか。そうですね、去年の暮れからまあ本音を言いますと、僕がプロレスラーをずっと続けてこられたのは、まあ、うちの家族とかが支えになって、こんなわがままな天竜源一郎をずっとレスラー一本でやっていけるように支えてくれたんですけど、その一番支えてくれた彼が病気になりまして、そのことも相まって、じゃあ俺が今このプロレスの人気をちょっと盛り返してきた時に身を引いて、今度は俺が支えていくもんじゃないのかなと思ったこともあります。だからこれがって言われるとこれがっていうことはないんですけど、まあそろそろプロレス人気も盛り上がってきたし、潮時かなという、なんかそんな感じですね。思い出に残っている出来事、試合に入っていますでしょうか。そうですね、まあ、試合で言えばやっぱり馬場さんと猪木さんからホールでできたことが今の俺の中の誇りですし、プラス人生で言えば、アメリカに行った時にドナルド・トランプでしたっけ、お父さんの大友優秀とか、あとは、ウィリー・ネルソンとかエルス・プレスリーの、ショーを生で見られたことのところが、なんか思い出残ってますね。はい、その、プロレスファンにとっては、その猪木さん、馬場さんから、ボール勝ちしたということは、やはり一番、思い出に残っているかと思いますけれども、具体的にはやはりそれが一番、やはりその思い出に勝られたり、そうですね、今振り返ってみても、なんか、やっぱり、記憶に一番まざまざと蘇りますね。そういう意味でやっぱり大きなことだと思います、俺にとっては。はい、その、一番辛かったなという思いでは何か。いや、もう振り返ればなんかもうね、腹いっぱいの楽しいプロレスの人生でしたよ。何もマグロチの高々マグロチのね、あそこら辺しか行けなかった相撲取りがプロレスラーになって一丁前に名前も知られるようになったっていう意味ではプロ
プロレスラーになってよかったと思ってます、まあ、馬場さんに感謝してます。はい、具体的にはどのようなものを考えていらっしゃるんですか？いやもう本当に、僕はもうどこででもけじめとしてやってもらえればいいという感じですから、今具体的にどのものって何も持ってないです。だから11月に、あ、俺は天竜源一郎じゃなくなって、島田源一郎になって、まあどこはそこら辺ブログしたんだろうなっていう、なんかそんな感じですね。はい、思いつく中で引退、最後の試合どなたと対戦したいとか希望はあったりしますでしょうか？いや本当に何もないですね。はい、多分、今は本当に何も、今一番びっくりしたのはこんなに朝早くのにたくさんの人が、来ていただいたというのが一番びっくりしてますよ。はい、ありがとうございます。引退後はどのようなことを考えられていますでしょうか？いや皆さんもそうだと思いますけど、奥さんにも忘れますよ。はい、後輩の育成とかも考えていらっしゃる？いやそれは今のプロレスには天竜源一郎はやっぱり古いタイプだからそう思わないと思いますけど、本当に今全然何も持ってませんね。はい、最後に天竜さんにとってプロレスとはどういうものでしょうか？そうですね、難しい質問ですね。まあいい格好を言わせていただければ、天竜源一郎を、天竜と、あ、そうですね、これね、僕相撲から一番最初に天竜源一郎、天竜という名前を付けるときに先代の天竜さんから、お前この名前を絶対に落としめてくれるなよって釘を刺された時があったんですけど、まあそれはかろうじて、果たせたかなという気持ちの念だけですね。そういう意味ではプロレスに転向してよかったのかなと思ってます。